もういくつ寝るとバレンタイン。バレンタインは、まあ特に何も予定はないです。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっさんラジオへようこそ。 MC の杉山敦史です。よろしくお願いします。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料で視聴可能な情報枠、後半はキャンプファイヤーのおつファンクラブの特典音声付き支援者にのみ聞いていただけるサービス枠となっています。もし特別音声付きボイス系プランに参加していませんという方がいらっしゃったら、この機会にぜひ参加してみてはいかがでしょうか。主におっさんクラブの作品に出演している声優陣がね、 MC を担当している当ラジオ番組なんですけど、奇数月はね、毎回まあ制作者曰くの犠牲者元に、まあ、MC 担当する声優さんっていうのはね、その時々の都合によって変わっていくということになっております。今までもそうでした。ですが今月のような偶数月は、毎度のことながら私杉山敦史が MC をやらせていただいておりますので、今回もよろしくお願いします。っていうかね、今現在この収録時期が2月の頭なんですけど、このラジオを皆さんにお届けしてる日付ってどうなってんですかね。思いっきりバレンタインの前の日、前日さん的な感じでオープニングを歌ったんですけどもしバレンタイン当日とか、もしくは過ぎちゃってたらね、完全になんか時間がおかしくなことになってるんですけど、そこはまあ全然無計画ということで、あやねさんにお任せしますんでよろしくお願いします。さて、まあ、今までにね、なかったと思うんですけど、おっさんラジオへようこその挨拶の前に何かしらの小ネタを挟む。今年はね、それでやっていこうと思います。で、今回歌った、その、お正月風なバレンタインソングなんですけど、皆さんはね、今回のこの、おっさんラジオ2017年バージョンは2回目、まあ2月なんでね、1月はなんと KK さんがやっていただいたということで、いい年始まりになったんじゃないでしょうか。ですが、まあ、偶数月を担当している僕にとっては今年初のおっさんラジオということなんで、お正月風にバレンタインをまあ飾ってみました。今更ですけど、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。というわけで最初のコーナー行ってみましょう。はい、最初のコーナーはこちら、月刊おっさんクラブと題しまして、簡単に今月のおっさんクラブの活動についてお知らせいたします。今月のおっさんクラブはですね、まず1つ目、おじさま抱き枕翔太光一の場合、こちら販売開始であります。声優を務めるのはなんと伊織さんです。そしてその2つ目ですが、おじさまキューブの方ですね、こちらは、縄目の城二結び目、こちらは絶賛制作中です。そしてさらにおじさまキューブからもう1本、街道家の秋分その3、こちらも絶賛制作中であります。はて、こちらはあれですね、街道家ついに最終回です。私頑張りますからね、街道0時くんを皆さん楽しみにしていてください。そして4つ目、クラウン、こちらは、ファンクラブのゲームプランでテスト公開予定となっております。担当する声優、キャストさんはですね、など武田直人さんということで、恋愛シミュレーションゲームということなんですけど、なんとおっさんクラブにしては珍しく全年齢のコンテンツということで、まあ普通の乙女ゲームっていうことになるんですかね。僕も正直ちょいちょいと情報かじった程度なんで、まだ詳しくは知らないんですけど、こちらもぜひ楽しみにしていてください。そして、5つ目なんですが、なんとおっさんクラブを代表する、乙女ゲーム金のために金はなる、こちらの英語版現在制作作業中であります。こちらも楽しみにしていてくださいね皆さん。で最後なんですが、こちらも毎度のことですね、ネロエロッソ、こちらすっげー頑張ってますってことです。すっげー頑張ってるそうです。はい、頑張ってるそうです。大事なことなので何回も言いました、頑張っています。はい、この6つかな。はい、今回は、この6つをお知らせいたしました。以上になります。今後ともね、おっさんクラブをよろしくお願いいたします。では引き続き次のコーナーに参りましょう。
はい、続きましてはお便りボードのコーナーです。このコーナーではね、おっさんクラブ宛にいただいた作品の感想などを、私がご紹介させていただくコーナーになっております。今回はいくつ届いたのかな。あ、結構来てますね。まず一つ目は宮波笹さんからツイッターに感想をいただきました。ありがとうございます。杉山さんには前回呼吸困難に陥らせてもらったり、今回もその選択はダメだと笑わせてくれたりと毎回楽しませてもらっています。定期的に聞けてとても嬉しいです。次回のおっさんラジオももちろん次の杉山さんのラジオも楽しみにしてますということです。ありがとうございます。僕に対してのコメント、ツイッターのコメントだから、年末かな、12月に放送したボリューム5のことを言ってるんですかね、これは。まあ、いろいろ言いましたからね。その選択はダメだ。これおそらくあれですね。ショートケーキワンホールサイズを道端で拾ったやつを食っちゃったって話ですね、きっと。まあ、いろいろありますよ。今回なんかあるかな？あるけど、ここまだ、無料視聴枠なんだよね。ちょっと、これは言えないな。ちょっと年齢的な、全員が見れるっていうわけにいかないエピソードが一つあるんだけど、ちょっと、じゃあ、言葉ちょっと濁すね。まあ、本当にそんなちっちゃい子が見てるってことはないと思うから、見てるってか聞いてるか、聞いてることないと思うから、ちょっと言葉濁してね、一つエピソード。今年の冬なんですけど、男性が使う、待ってってあるじゃないですか。私もそれ、やっぱ一応愛用するわけなんですけど、いかんせん寒いもんですから、それをそのまま使うと、その、潤滑剤を使ったとしても、自分の、食いちぎられるんじゃないかってぐらい、冷え固まってるわけですよ。なんとかして温めてから使おうと思って、何を思ったのか、電子レンジに突っ込みました。ええ。茶が溶けました。そんなエピソードです。これ大丈夫かな？あいねさん、これ、ダメだったら、ピー音とかでお願いします。で、なんか、ピー音で聞けなかった方、状況を察することができなかった方、いろいろスルーしてください。はい、お願いします。こんなラジオで大丈夫かな？一発目がこれで。なんか、いろいろ突っ込まれる前に次に行きましょう。ダウンロードサイトにお寄せいただいたレビュー、2件かな？いただきました。ありがとうございます。まずはじめ、ナッツさんから。杉山篤さん、これまでの作品で結構下水イメージがあって、でもお声が好きで優しく甘やかしてくれるような作品が聞きたいなぁとずっと思っていました。おっさんクラブさん、ありがとうございます。テンポのいい喋り方で、ちょっとチャラいおじさん、もといお兄さん、とイチャイチャして癒されます。一緒にお買い物して、料理して、ギュッと抱きしめられて、ちょっとエッチなひととき、うまいこと丸め込まれてる感じもありますが、仕事やいろんなことで凝り固まった体や頭がスッと楽になるような、そんな優しい雰囲気の作品でした。寝る前にちょっと聞くのにちょうどいいです。おー、これはあれですね。僕が担当したおじさま抱き枕の飯田正幸の場合っていう作品のレビューですね。まあ、チャラいおじさん。まあそうだよね。そういう人をね、目指して演技しましたからね。そうだな。やっぱ、ああいう人、やっぱ料理できる男性って魅力的なんですかね。その、なんか甘やかしてくれるような男性っていうか、実を言うとね、僕、杉山篤史は、料理が点でできない人です。もう、そのエピソードも語ったら、キリがないから言わないけど、料理はことごとく失敗しています。ほんとバイト先のね、カラオケで、まあ、メニュー表とかあるんですよ。やっぱ提供しなきゃならないんでね、注文が入った場合は。それはね、もう本当に、じっくり、もう作り方のメニューを見て、作ってるわけなんですけど、でもやっぱそういうところって、冷凍保存っていうか、ちゃんとね、ストックとして用意してあるんですよ。この仕込みっていうんですかね。仕込みでもう作ってるのを、まあ解凍しながらちょっと盛り付けたりだとか、まあ実際ちゃんとフライパン回して調理するのもあるんですけど、それでもね、最高でお客さんを1時間待たせましたかね。確か、ナスのアラビアータだったかな。本当にすいませんでした。今じゃ結構上達しましたんで、そこそこいいものは出せると思います。なのでまあ、飯田正幸さん、憧れの男性だな。料理できる人ってやっぱいいよね。あ、ちなみに、うちのバイト先の店長さんは料理がすこぶるうまい人で、学生時代も家庭科のテストはほぼほぼ満点総なめにしてるらしくて、たまに手料理をごちそうになります。本当に美味しいです。次に行きましょうかな。しまこさんからいただきました。ありがとうございます。
おっさん抱き枕、やっぱり怪しすぎるお仕事ですが、明るく優しい会話と触れ合いで癒されます。砕けた口調でぐいぐい迫ってくるのが上手くてずるいなーってニヤニヤしました。おじさまキューブではちょっと怖いカイドウ弟を演じてる杉山敦さんですが、こちらは甘い駆け引きが楽しめます。前回の野巻さんといい、おっさん抱き枕派遣、くせ者揃いですね。次回作が楽しみです、というコメントですね。あ、そっか。例えば先ほどの夏さんの方でもありましたけど、僕の作品で、僕が出た作品で結構下水イメージがあったっていうのがありましたね。これは、あれですね、おじさまキューブの街道家の方を言ってるんでしょうね。あっちのイメージが強いのか、金金のブライアンよりは、ブライアンの方がね、ちょっと先でやっていろいろやってたから、そっちのイメージが強いかなと思ったけど、やっぱ途中参戦の方々はね、そっか、街道家のイメージが今んところ強いのかな。まあ、それをね、今回の飯田さんがうまく中和してくれたんじゃないかなとは思いますけど。ぐいぐい迫ってくる感じがうまくてずるいなーか。ずるいなーか。ちょっとやっぱこれは嬉しいね。甘い駆け引き、楽しんでいただけたなら幸いです。正直ね、飯田さん演じててすごい楽しかったですね。やっぱああいう感じのタッチの方がやりやすいのかな。あ、でもだからといってカイドウ、レイジ君をディスってるわけじゃないんです。あれはあれで楽しんでます。なんかこれも暴露しちゃっていいのかな？だから暴露した記憶があるから、ここでも二度目なのかな？僕結構ね、ハードな、18禁作品じゃ、ハードなものを楽しむことが多いんで、カイドウ、レイジさんは結構やってて楽しいキャラクターですね。多分人柄が近いのかな、自分で言っちゃったよ。人柄、飯田さんとは人柄が近いのかな、ああいう感じの、砕けた感じの、演技をするっていうのは、まあ、こんな MC やってるぐらいですからね。はい、僕の次回作、まあ、今回ね、怪盗家の秋分その3が、現在収録中なんですけど、それが終わっちゃったら、また次、何をやらせてもらえるのか、まあ、もしくはね、この MC 一本になるのか、そこはちょっとわかりませんけど、このおっさんクラブ以外のお仕事もいろいろ入ってきてますので、嬉しいことに。なので、まあ、お時間割ける限りですが、おっさんクラブさんとは、今後もね、お付き合いしていきたいなと思ってますので、僕の次回作、いろんなキャラクター、他の声優さんたちも含めて、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、以上になりますかね。お便りボードのコーナーは、宮並笹さん、夏さん、そして島子さん、ありがとうございました。はい、続きましてはこのコーナーです。我が輩はコーナーである。名前はまだない。なんちゃって、このコーナーではですね、杉山敦が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり、まあ何かしらやらされるコーナーとなっております。家の前を今完全にバイクが通ってますけど、音入ってませんかね完全に自宅収録なんです、ごめんなさいその辺はご了承を今回もいくつかお題をいただいてますが、今回の無料視聴枠はお題その1を終えた時点で、もう終わってしまいますね。お題その2以降が、ボイス系プランの方に突入しますので、そちらご了承ください。では参りましょう。お題その1です。2月といえばバレンタインです。巷には甘い恋のお話など溢れていると思いますが、告白はしたい方ですか、それともされたい方ですか、というお題です。僕ね、告白して成功した試しがないんですよね。もう、でもって、されたい方ってか、されたことも一応あるんですよ。あるんですけど、僕が、うまくお付き合いを、果たしたことがないというかね、結局、どっちにしろ破局につながってるという、まあ、悲しい恋ばかりなんですけど、どっちかっていうと、どっちだろうな。まあ、正直好きになった女性はいますし、今までも。だから、告白できるものだったら、したいですし、僕はする方ですね、告白は。ですけど、まあ、いろいろあってね、恋冷めであったりだとか、向こうが、つつもたせだったりだとか、そういう経験があるので、僕が好きになった女性って大体うまくいかないんですよね。でもって、されたことがあるっていう件なんですけど、
仕事と恋愛の両立、うまい具合のバランスが取れなかったんですね。その僕がお付き合いしていた当時っていうのが。あ、ちなみにその告白は OK したんで、お付き合いはしてたんですけど。だからちょっとその彼女にね、当時の彼女に、すごい寂しい思いをさせてしまって、で、まあ、最終的には、もう、アツシと一緒にいても楽しくないんだって言われて、別れることになりました。今はね、その元カノ、新しい彼氏さんとくっついて、多分幸せになってんのかな？まあ、LINE のアイコンを見る限り幸せそうでしたけど、まあ、幸せであるならそれはそれでいいんですけど、やっぱもうちょっと構ってあげたらよかったなって思いますね。でもって、こうやって失ってね、一回失ってってか、まあ、元カノっていう状態になって、初めて自分がね、どれだけこう、甘えられていたかとかっていうのを結構思い出すんですよ。なので、やっぱそういうのを見てると、とか思い返すと、愛おしいなって思えてくる気持ちは本当なので、どっちかって言われたら、告白はされたい方です。自分から愛すのはもちろんですけど、自分が愛されたんだったら、じゃあその人もやっぱ愛してみようっていうお付き合いから始まると思うんで、されたいですね、告白は。僕のことを好きになってください。そんなんでいいのかな？普通だったら男性から告白を女性は求めるもんなんじゃないのかな？今までのその恋愛小説、恋愛漫画を読んできた身としてはよくわかんないけど、恋愛ドラマはあんまり見ないんで、そこのところはよくわかりませんが。こんな回答でいいかな？ここで、無料視聴枠終わっちゃうよ。いいのかな？なんかごめんなさいね。まあ、無料の視聴枠の方々、ご視聴いただきましてありがとうございます。ここまでになりますが、引き続き、有料のボイス系プランの方々は、お楽しみください。どうぞ。